とメガネにボーダー、見た目不審者のアワコラと、あんあん、どこ見の声、男ソムリエ、白子が笑いを送る一時間。フリムーンラジオ始まるよ。皆さんこんばんは。2月21日水曜日、時刻は午後9時を回りました。79.7MHz FM ギノワン、毎週水曜夜9時は今週もフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトラです。よろしくお願いします。よし。そしてはい、今年入ってからほらもらったじゃないですか、お団子と森と、はいはい、四国徳島のあれバーモントさんですか、はい、そうですね。お礼が遅れてすみません。決して廊下で忘れていたわけじゃないんですよ。ありがとうございました。大変美味しゅうございました。岸朝子風でお礼を言っておきます。今夜もよろしく、ホイティニシャルです。よろしくお願いします。さあ、そしてあ、俺もちろんですよ。あれ入ってる？入ってます、入ってます。はい、キャモン。うん、ぼーっとしてさ、自分が映ってないからさ、はい、ぼーっとしてさ、はい、そのままいたら、はい、あ、これ放送始まってた。大丈夫、なんか違うのが映ってる。大丈夫です。はい、はい、ワンマンゴーです。あのミキサーのエコザイルでした。よーし、お願いします。さあ、そしてですね、今日はね、今日も B スタジオからの放送でちょっと狭い中申し訳ないんですけれども、素敵なゲストさんお迎えしています。この方です。こんばんは。土曜日の12時から番組やらせていただいてます、 A ステージの立石です。よろしくお願いします。美人美人ということで、楽しい、はい、美人、はい、楽しい、はい、もうあの夜のね、あの FM ギノワの番組はもう本当こんな、特にフリムラジオはね、あのたくさんのリスナーさんが来ていただいて本当に楽しくわちゃわちゃの番組ですんで、ぜひね、はい、あのいつもの自分の番組じゃなくてね、夜の番組ですんで、はい、楽しく、いや、1時間いろいろと喋っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。詳しくは、また9時半頃から、ゲストさんコーナーがありますので、その時にまた話、詳しくお聞きしたいと思います。さあ、それでは、いつも、あの、毎週毎週、週替わりで、パーソナリティが、フリートークをするオープニングトーク。はい。今週は僕です。はい、はい、お願いします。実はですね、なんと、どうした？今週末ですね。はい。うちの家族が来沖するんですよ。おお。あの、ボンゴファミリーが。ボンゴファミリー言わないで。カモン、ボンゴ。言わないで、もう、それ、そんなこと口が裂けても、あの、家族の前では言えませんけれど。はい。あの、僕の父親が、はい、ずっと、もう昔から国体に出るくらいのソフトテニスの選手をやってまして。で、もう70になるんですけど、今でもシニアの大会によく出てるんですけど、で、ちょうどその大会が、こうします、沖縄であるらしくて、もう家族さん、まあね、ちょっと去年、すみません、もうすぐ下の妹がね、あの病気で亡くなっちゃいましたけども、あの、父親、母親と、あと、もう一人の妹が、3人で来沖するということで。うんうん、おぉ、いや、はじ、まあ、一回両親はね、沖縄来て、僕と会ったこと、うん、沖縄で会ったこともあるんですけど、うん、まあ、妹を連れてくるんで、今回は。ちょっといろいろと、まあ、時間空いた時には案内をしてあげなきゃいけないなっていう感じで。ぜひ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 。うん、はい、そんな感じでいろいろとあの僕もね、うん、あの旅行ガイドブックの記事も書いたりずっとしてましたんで、うん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 、このルートをうまくどこへ連れていこうかなっていうのもいろいろと今考えてるって、そんな感じです。いい、ね、はい、お手のもんだ。はい、まあでもその間にちょっと今週ね、またなるつばになる機会が、うん、ヤクルトキャンプの取材が毎年やるんですよ、これやってるんですよ、うん、いいじゃない。で、まあね、ちょっとメインの仕事ではなくなったんですけど、今年もありがたいことにちょっとお話をいただきましたんで、うん、24日は、ちょっと妹をですね、うん、浦添の球場に待たして、はい、ちょっとあの試合、これはもう親もしゃあないなって言ってるんで仕事なんで。うん。でもいいんじゃない、沖縄で。ですよね。見るっていうのも。そうですね。だからもう、だからもうそこでちょっと雰囲気をね、味わってもらいながら、まあ僕はちょっと取材の仕事があるんで、あれですけれども、うん、はい、そんな感じで。楽しませたいなと思う今週末です。あ、ぜひぜひ。はい。なかなかなんかでもね、こうやってちょっと
こう沖縄に移住して家族が来るっていうのもなかなか機会ないので、特にコロナでだいぶ飽きましたから。あ、そうだよね。そうです、そうです、うん。ちょっと緊張も若干してるんですけど。はい、いい思い出を。思い出をね、欲しいなと思っております。うん、さあ、それでは、今週のメールテーマをそれでは発表したいと思います。今週のメールテーマ、こちらです。新しい、私。ということで、叫んじゃいましたね。ちょっとこのコーナー隣がね、なんかそんな感じでね、もう夜の雰囲気にもう入れてみましたけれども。はい、もう全然、ま、窓にも何も見えないスタジオなんですけど、ここはね。はい。そんな感じで、FM ギノワンは今月、改装工事やってまして、はい、まあ、その関係でフリムンラジオも B スタジオからの放送になってるんですけれども、はい、ね、FM ギノワンが新しくなることにかけて、はい、ね、過去にあったことでもいいので、こんな新しいことをやってみて、自分が変わったこととか、うん、そんなエピソードをぜひね、うん、メールでお送りいただければと思っております。楽しみだね。はい、楽しみです。うんうん、メールアドレスはこちらです。moon@fmginowan.com。この番組専用のアドレスです。moon@fmginowan.com です。この番組は、ツイキャス、YouTube で映像と音声を同時ネット配信しています。ツイキャス、YouTube それぞれのトップページから FM ギノワンと検索していただくとチャンネルが出てきますので、そちらからご覧ください。そして、なんですけれども、YouTube はすいません。この2月中に関しては、ツイキャスのアーカイブを、上げますので、YouTube は生放送してないそうです。はい、大変失礼いたしました。そして、コメント欄はですね、ですんで、どちらにしてもツイキャスで、ご参加していただければと思います。もうコメントでね、もういつもリスナーさんがたくさんわちゃわちゃしてもらってますんで、ありがたいことに。はい、ですんで、コメントはぜひぜひ、ツイキャス、ご参加お待ちしております。パソコンからでも、それからスマホアプリからでも OK です。この番組は、神奈川県北部といえば相模原。相模原といえばスラシドおばさん。スラシドおばさんの会社といえば、コーズ土地。エコザイル様の運送会社です。NS 配送。ある時はマンスリーゲスト。ある時はバンドメンバー。ある時はイベンター。ある時は本屋さん。その正体はラッパーのジャパナ。エコザイルさんのアグです。アグと言ったらいじるよ。ラジオネームギネス。家族の笑顔にマーサンドカメカメ島餃子。いつまでも女の子大好きなリスナーです。ラジオネームかっちゃん。読谷チュワイフより読谷ラブ。ラジオネーム埼玉のゴー。旅は続ける。人生は止めない。四国徳島の推し活トラベラー。ラジオネームバーモント。フリムファミリーの提供でお送りいたします。それではまずは CM お聴きください。メガネに青いキャップちょい太め、そんなアワトラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃい。フリムファミリーも待ってます。フリムラジオギノワン、FM ギノワンフリムーンラジオ、今日も生放送でお送りしています。さあ、この時間はまず、ツイキャスのコメントを読みたいと思います。来てる？来てますよ。はいよ。はい。うん。まずは埼玉のゴーさんからです。はい。ナルダさん、エコザファイティさん、タテイチさん、こんばんムーン。こんばんは。ということで、はい。うん、
この番組はフリームーンラジオですので、皆さん挨拶はこんばんムーンと言ってくれてますんで。はい。はい。ムンムンしてるわよ、みんな。はい。もう、この時間ですからね。はい。来い来い。今、当たりましたけれども、マイクが。はい。高坊さん、こんばんムーン。ムーン。サイサーの坊さん、あれ、うん、ホワイティさん、パーマ当てた？より一層三原純子に。郷さん、当てたっていう派なんだよね。でも一応最後にコメント、うん、違うよなーっていうことで。もうこのくだりもまた定着してきましたね、だんだんね。好きだね。好きですね。はい。そして、カーポイさん。はい。ナルトヤさん、エコさん、ホワイティ、西原さん、皆さん、こんばん、ムーンライト。今週は暑いですね。今何月だっけ？暑い、今日暑かった。雨は降らないし、ダムの水は減るし、なんて天気だという。本当だよ。はい。2月で。なんて天気だ。帰る時の、車の外気温計、26度。うおー、そうですね、はい、暑かった。6時だよ。暑かったよ、今日。本当に今日も。夏。夏、昼間、うん、昨日から使いたくないけども、うん、クーラー全開してる、トラック。ああ。しないともう、バテる。ね、もう、プロパンガスの配送を行ってますんで、やっぱ暑いですよね。熱こもっちゃってるもんね、はい、昼間ね。はい、うんうんうん、そして、高坊さんが、うん、興奮してます。まゆこさーん！高さーんということで、はい。エロジジもうやばい。もうね、愛を込めて言わせてもらいます。うん、エロジジ愛情がね、こもってます、ね。はい、そして、スポンサーになられてます。うん、バーモントさん、秘密基地にお集まりの皆さん、こんばんむーん。今夜もよろしくお願いします。ということで。はい。そして、最初のゴーさん、うん、立石さん、ナルトラさんがしつこかったら白い目で見るといいですよ。ああ、ぜひぜひ。もう、ぜひぜひ白い目で、最初から最後まで見てやってください。はい。ね、ご指導、はい、はい。そして、沖縄 T シャツパパヤさん、今夜も元気に、こんばんむーん。かわいい。旦那が帰ってくるまでお邪魔します。ハートというか。だから、鍵閉めて、はい。はい。だから禁止されてんのか、この番組は。庭にちょっと大きめのケージ置いとけばいいや、うん。犬用のケージ。犬用のケージね。うん。したらそこに入っとくって。はい。10時まではね。うん、そうですね、はい。10時までお願いします。そして、ジュンジュさん、おこんばんムーン。うん。そして、ミスジダンさん、こんばんムーン。うん。今日も音楽室からの放送ですか、うん、って言って。音楽室からの放送ですか、穴の開き方がね。穴が、ね、穴が、ね、懐かしい。懐かしいよね、あったね、これ。そして、沖縄大好きさん、こんばんむーん、あままり様、涙ということでね、おそらく、これは、あまわり、あまわりって言ってた。あまわりが、ちょうどですね、第 3, 3回が完結したところなの、ちょうど。ナルトラがあわって言っちゃった。あまわり様、あまわり様、みたいな。やめてください。ナルトラ自分で言っちゃう。ナルトラ、ボケ掘りましたね。好きね。大好きね。はい。そして、夜の甘酒。はい。もう、皆さん、ご想像にお任せします。はい、ちなみに、大丈夫です下ネタの方。うん、もう、この時間からもう、OK、OK。OK らしいです。皆さん、いいって聞きましたね。はい、どんどんお願いします。いいこと聞いたぜ。はい、そして、ヤッポーさん、こんばんムーン。ということで、ありがとうございます。そして、ニジカルさん、皆さん、こんばんムーン。3週間ぶりに戻ってきました。ということで、はい。おかえり。はい。今ですね、横さんが、なぜか後ろの方、扉を離れようとしております。すいません、僕も。この時間はね。終わりまでよろしくね。はい。そして、ミスジダさん。はい、立石さん、うん、柴崎こうと思った。うわミスジダさん。褒め上手。一応男性のリスナーさんなので、うん、ミスって書いてますけれども。はい。ありがとうございます。はい。そして、バーモツさんも、A ステージの立石さんが B スタにということで。ありがとうございます。嬉しい。はい、そうですね。カンポイさんも、クリスマスフェス、そうです。クリスマスフェスの時に、やつは、立石さんに、ちょっとお会いして、そうなんです。はい、オファー出したんですけれども、カンポイさん、クリスマスフェスの時にいた、新宿の人か、うん、ということで。はい。沖縄そば新宿にあるよって話を多分させてもらいました。そうです、はい。なるほど。はい。そうですね。そして、うん、かっちゃんさん、うん、エコさん、ナルタさん、ホワイティさん、ゲストさん、こんばんむーん、ということで、ちょっとね、実はね、新しいスポンサーさんまの CM がね、ちょっとまだ、キャン君とか、この FM 機能の事情でちょっとまだ泣かせてませんので、うん、もう少々お待ちください。すいません。はい。そして、シュプリームさん、おこんばんむーん、うん、初見のファーストサマースルメイカです。チーン口でチンだね。そうですね。口で言うしかない。うまいからね。エコさんもいないのよ。いないのよ、ね、お道具。はい。
雪山寮でコロナが多発して、宴会、濃厚接触ができなくなりました。どんな濃厚接触だよ、チーン。死んでる人にあるんです。あるんですか。いや、SE も入れてきてからさ。はい。ちょうどですね、今、シュプリームさんのね、コメント読んじゃったんで、はい。そして、ヤッポーさん。ナルトラ阪神ファンじゃない、アランタバーということで。僕はですね、一応阪神ファンですよ。で、さっき取材、ヤクルトの取材に行くって言いましたけれども、それオープン戦なんですけど、対戦相手が阪神なんですよ。お、いいじゃない、いいじゃない。で、ちゃんと仕事でやらせていただきますんで、ヤクルトが同じだった記事を書かせていただきますんで、はい、お願いいたします。じゃあ今、落としていい？お、はい、なんか落ちた。なんか落ちましたね。あ、違う、まだ最後は。ちょっと遅れたけど。はい。はい。安定の。はい。そして、ヒンガさん。今夜もお邪魔しまむーん。しまむーん。あら、美女二人ということで。はい。お、ね、ありがとうございます。ナルトラもうちょっと映らなくてもいいけどな。え、俺的にはな。いや、別に僕、映らなくてもいいんですけど、今日は、本当に。うん、ね。だから横向きで、外に出てから。いや、確かに喋らなくていいですよ。ワイヤレスマイクとツイキャス。僕の代わりに、はい。僕の代わりに喋っていただけるんでした、いや、はい、何のためにワイヤレスマイクとツイキャスがあるの？だから、ワイヤレスマイク今できるんですか？で、他、あっちのスタジオはね、ワイヤレスで出てましたけど。はい。はい。そして、うん、ヤンポーさん、新しい俺、うん、といえば、うん、ヒープーさんが番組に戻ってきて、俺は復活したということで、ラジオ機能ティサジパラダイス、ヒープーさんが一週間、夏休み、いや、冬休みか。冬休み取ってて、はいはい、戻ってこられて、うん、で、ヤッポーさんは多分、ヒープさんがいないと聞かなかったんでしょうね。ああ、そういうことね。そういうことでしょうね。そういうことね。はい。そして、埼玉子さん、うん、こんなツッコミ来てます。はい。ちょっと待って。うん。ギネスさん来てなくない？ああ今日は飲んでるな。ついのキャスの中にいないですね。ああ、多分。ということは、飲みに行ってるな。あの定期が、今日はないかも。さあ、あるんでしょうか。一回マヨの歌流してみたら分かる。ここで。それだけ反応するかもしれない。さあ、そしてね、はい、バーモスさん、うん、プロ野球のキャンプなかなか見に行く機会なかったよ、うん、四国の右下にある実家から阪神の秋キャンプまで近いけど行ったことないべ、ってことで。ああ、意外と。秋もね、今もう、秋季キャンプしかやらなくなりましたね、今ね。ずっとね、春もやってたんですけど、今もう、二軍も、うん、去年から、うん、高知の秋から、うん、具志堅に移ってますんで。あはい。一軍二軍も今沖縄で。ああ、二、はい、軍、阪神の二軍ね。はい。具志堅の市民球場で今やってます。迷惑。なんで休めねえよ、俺。あっち休憩場所だったの、俺の。いいじゃないですか。あの球場の駐車場が。ねえ。もう阪神、コアの阪神ファンがみんな来てますよ。いらん。迷惑。はい。ということでね、そういうね、エコさんのために、ぜひね、具志堅じゃなくて、反対側は、読谷の中日二軍キャンプでも行ってください、皆さんね。はい。そして、埼玉子さんは、亀仙いただきながらムンムンしてます。亀仙。はい、報告ありがとうございます。亀仙ね。亀仙です、うん。はい。おまみさん、エコさん、美人お二人さん、こんばんむーん。おはようございます。ナルトラさんのせいで気温が高いですね、ということで。うん、確かにね。はい。はい。そして、うん、ここで、あわまりのツッコミいただいてますね。はい。はい、そして、NUJ さん、お久しぶりですね、うん、この番組。あわまり様、いや、あわもり様みたいな。はい。そして、はい。そして、いっくんさんもこんばんむーん。はい。むーん。むーん、むーん、むーん。そして、アッキーさん、うん、今日も肩寄せあってやってるね、ということで、うん。はい。ありがとうございます。はい。そして、ヤッポーさん、うん、今日、チャタンの寺に行くときに、広島のキャンプ地の前を通ったよ、ということで。うん広島今。どこだっけ沖縄市ですね。ああ、はい、なるほど。コザ運動公園でやってますね。うん、はい。で、これでね、広島と巨人が途中から入ってくるんですけど、うんうんうん、もう今もね、両方とも今入ってますんで、うん、ね、那覇では巨人キャンプ。はい。見に行ってる人も多そうですね。那覇ですからね。多いでしょう。はい。もう本当、日曜日とかは、うん、ね、キャンプ巡り渋滞が発生してますよ、本当。巨人が一番多いらしいね、うん、見学の人数が。やっぱり近いですもんね。うん、ね。そうそうそう。はい、ヒンガーさんからコメントいただいてます。うん、エコさん、うん、球場から自宅近いから家の前で休憩してって。あ、どこヒンガーさん。はい、ヒンガー、あ、そう、具志川やさ、うん。あ、いいんじゃない、うん、そっちの近くにさ、ピーっていう人の家があるんだけどさ、ピーって道挟んですぐ目の前球場なのよ。
だから、ちょうど昼頃あっちで、配達来たら、駐車場でね、あっちトイレもあるからね、休憩してたのに、したらなんか変なおじさんが、立ち入り禁止ってバツを取ってから、この野郎って。怖っ。もう終わるまではしょうがないね。そうだね。仕方ないね。はい。あと少しです。ということで、コメントこんな感じなんですけれども、さあ、じゃあちょっと時間もね、若干早めなんですけど、じゃあもう今のうちにじゃあ、ちょっと早めに進行してるんで今日は、メール読んじゃいましょうか。あ、行っちゃいますか。行っちゃいましょうか。今来てる2通、読みますね。はい。まず、たかぼさんからいただいております。新しい渡すって、これ渡すって変わってないじゃないか。渡す。もう、たかぼさんね、渡すって呼んでますから、自分のことね。はい。実は私、今年の7月に、沖縄に完全復帰しますということで。おぉ、誰が、おぉ、高坊さんが、だから、ね、もともと沖縄の方やずっと東京近辺で住んでたんですけど、戻ってくると。おぉ、はい、ようやく覚悟を決めたか。なるほど。はいはいはい、今の仕事を退職して、沖縄に戻りますと。はい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 。はい、じゃあ、お待ちしてます。はい、以前から僕の方からね、絶対沖縄に戻ってきてくださいって言ってたんですけど。あら。本当に決めちゃいましたね。ラブコールが、ラブコールが届いたのね。来た時、ナルトラ、シャラフリして、レギュラーに引きずり込め。シャラフリして。ここに？うん。じゃあ僕辞めてもいいって、辞めませんけど、本当に。誰も何も言ってないよ。はい。ということでね、今、タカポさんは、土曜日の夕方に、番組を答えてますけど、それもじゃあ、今後はスタジオから生放送になるということかもしれない。リアルでやっちゃうんじゃないですか。あ、土曜日？土曜日の4時からやってる。ああ、4時。全然いいんじゃない？綺麗なスタジオで新しくね。うんうん。乱入できないの残念だけどな。時間的にな。仕事中なのよ、まだ。まあ僕も、週。いや、そっちは一週おきに乱入できるだろう。やろうと思えば。まあ、やろうと思えばですけど。だって無理して乱入する、ね、やっぱこれ高野さんにも困ると思うので。困らん、困らん。それは、あんなの、エコさんが決めることじゃないじゃないですか。本当に。はい。さあ、そして、ギネスさん来てます。おお、こんばんむー、綺麗なお姉さん、こんばんはということで。はい。遅いよ、ギネス。そうですよ。ねえ。もう心配してましたよ。みんなコメント入ってないんで。だからね、CM もいかんで我慢してたのよね。ですよ。ちなみに、ヤンポーさんが、石川危険地帯じゃなかったねって言ってますけど。あ、だって、クラカマリいるから危険よ、まだ。クダカじゃない、クラカマリがいるんで。危険よ。しかも、球場の近くよ、家。それ言っちゃっていいんですか？あ、住所は教えないからいいよ。家はわかるけど。ね。本当にうるま市はね。周りもいますし、天眼のアッキーラさんもいますし。両ともいるし、デコボコトラベリングの。ね。ちょっと危険地帯です。はい。まあそもそも。あ、あれもいたな、海坊主もいたんけ。もう海さんね。はい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 。あれはちょっと球場から離れてるから。そうですね。はい。金かなんですもんね。そうそう。球場付近だったらおすすめですね。はい。ただ、高速のそばは無理、おすすめしないです。はい。ガラパゴス状態なので。はい。はい。陸の孤島でございます。金かなは。はい。そして、コメントで、進撃のめいちゃんさんもこんばんむーん。あ、むーん。じゃあ、もう一通メール。あ、読んじゃっていいかしら。はい。はい。ナルトラさん、エコさん、ホワイティさん、A ステージのタテシさん、こんばんむーん。はい。洗濯物は畳んだらズボン、上着、肌着、靴下、下着と並べる埼玉ですと。あら、さん優しいね。ねはい。ではテーマの新しい私。何度かお知らせしておりますが、4月、4月中頃から、畑違いの仕事へチェンジ。お新しい私が見れるかもよ。楽しみにしていてね。おおすごいね。ついでに沖縄に移住でしょ違うかな？いや違うかな？残念。待ってるけどな。ね、もう、なんかお子さんがもう少し大きくなるまでは、みたいな。なんで、こっちから通学すればいいさ。どうやって？ほら、埼玉の、なんでよやって言ってましたなんでよ。そうだよね。なんでよやよね。そんな埼玉の郷さんは、3月の1週目の週末、来沖される予定。おだけど、こっちのあれでしょ水曜日に合わせてこないでしょ合わせてこないです。きんぴらごぼうの来沖。あは、なるほどね。はい。
どうしましょう。もう一つ来てますけど。あ、本当、うん、お願いします。行きましょうか。はい。エコさん、ナルタさん、ホワイティさん、ゲストの立石さん、こんばんむ、沖縄を愛する沖縄ラジオリスナー、沖縄大好きです。うん、お、はい、新しい私、うんうん、特にありません、うんうん、というのは冗談です、はい、新しい私は去年から始めている個人ラジオ配信、そこでまずは喋っているところです、主にテーマは決めておらずフリーで話してます、お個人もいいですが、うんうん、早くラジオで喋りたいという、はい、もうこれはもう本当に FM ギターの山内さんがまず、ね、ずっとオファーしてますからね、あの、うん、山内さんには、うんね、早くね、まあ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 ね、ちょっとお金も必要ですけれども、ぜひね、やっぱラジオで喋るっていうのはやっぱり本当に一ランク上がりますから、自分たちがね、うん。はい、ぜひまたお待ちしております。はい。はい。ああ、埼玉郷さんも、沖縄大好きさんの個人ラジオ楽しいよーという、うん。はい。そして、ギネスさんがね、うん、あの、今お会計中ということは飲んでたんですね。うん、お会計中、うん、あれお会計中ですと。そういえば、ギネスさん、高橋が今週土曜日俺帰るときもやいて言ってたけど、あんた関係してるかね個人情報だだ漏れし。はい。今度ラジオ。今、あの、立石さんがちょっとキョトンとしてるんで言いますけど、うん、このギネスさん、うん、都の方で、レ、う、コ、ん、さんも都出身で、はい、あの、同じ高校の同級生だそうです。あ、う、ら、ん。それを、このラジオで知ったと。うんうん、あ、すごいですね。だから、そう、ほんと高校にいたときは知らなくて、はい、このラジオ、ラジオで。クリームラジオで知ったと。すごい。はいはい。そんなこともあるんですね。しかも、ちょこちょこつるんでたという。意外だ。で、この公開でお話ししてるんですね。うん、そうそうそう。ラジオネームだから分かんなかったんですね。で、会った時やるよ、ダッチョ言ってるから、はぁと思ってたら、実際会った時に、あ、はぁって納得した。すごい。はい。そして、これを読んで CM に行きましょう。はい。シュプリームさん。はい。新しい嫁が、欲しい。あ、今、欲しいのボタン押していいか。欲しい。まず、うんうん、戸籍をきれいにしましょう。ということで、CM です。わちゃわちゃ騒がしい一時間、それがフリームーンラジオです。フリームーンラジオ、はい、フリームーンラジオをお送りしております。はい、今日はですね、あのギネスさん一応コメントには入られてるんですけれども、うん、まだあの飲んだ後の会計中ということで、うん、代わりに斉藤の郷さんが、はい、今日も安定の美声のマーヨーということで、ギネスさんの代理。ありがとうございます。沖縄大好きさんも、うん、マーヨーさんの美声ということで、うん、はい。ね、ということで、ギネスさんいなくても一応大丈夫ということで。大丈夫ということです、ね。判明しましたので。はい、ね。だけど、まだ飲んでください。だけど、あれだろう、今から2次会だら。2次会でしょうね。はい。会計終わったけどね。はい、まあ、そういえば、ね、今ちょっと前をまた喉が調子悪いみたいで。あ、そうなの。その中で今週は月火と、うん、火曜日大入りまでやってましたね、朝の番組で。へぇー。また気をつけてね。またね、3月の中頃にはね、うん、あの、名護で毎年やってる、あの、シークワーサー祭りの司会もやるそうなので、ね、そこまでには喉を調子整えてくださいね。はい。はい、それから、もう一つごめんなさい。あの、うん、ゲストさんコーナーに行く前に、ミスジダンさん、うん。
立石さんのサイレント拍手に目を奪われて、すごく癒されてますということで。うん、はい。かわいいぞ。でございます。サイレント拍手、いい言葉いただきました。はい。ぞ。ではでは、改めまして、今日のゲストさんのコーナー行きたいと思います。今日は立石真由子さんを お呼びしています。よろしくお願いしまーす。なぜ噛んだ？ちょっと噛みましたね、今ね。ちょっとの名前でなぜ噛んだ？ちょっと緊張してます。はい。お願いしまーす。さあ、そんな、立石さんなんですけれども、うん、はい。まず、FM ギノワンでは毎週土曜日の正午から、はい。A ステージという番組をされています。はい。もう何年ぐらいやられてるんですか？3月で丸3年になります。ありがとうございます。どんな番組かわからない方にちょっと説明。うんはい、うん。ありがとうございます。はい、パーソナリティの浅野さんという男性の方と一緒に私は MC で入らせていただいてるんですけれども、うんはいはいはい、人生のワクワクをお届けしようということで、いろんなお題なんですけれども、はい、もう毎週毎週、もう皆さんのおかげで続けることができて、最初の1年目は、私と浅野さんの身近な方をゲストでお呼びして、はい、その人の人生の紐を解こうとか、あとは A ステージの A っていうのが、はい、こう、スタートを切るとか、はい、現時点のとか、なんかそういう意味合いで A ステージっていう風に言ってるんですけど、はい、ゲストの方のステージを紐解いたり、あとは次の年はですね、勝手に芸能人の方を紐解こうみたいなところでやっていったりとか、で、今3年目でちょうど3月、あ、はい、違う、今月からちょっとまたテーマひとひねり入れて、はい、浅野さんが本業がブランディングのコンサルやられてる方なんですよ。はいはいはい、銀座でかっこよくやってて、はい、で、私自身がちょっとコミュニケーションとか、こう、自己理解の、サポートを仕事でやってるので、はい、また、芸能人の方を勝手になんでこう活躍してるかっていうのを専門的に紐解こうで3年目また切り替わったりとか、ちょっといろいろ工夫してる最中です。皆さんのおかげで続けられてます。よろしくお願いします。1年ごとにちょっとじゃあ番組のこうカラーを若干変えつつ、はい、変えつつっていう形です。はい、じゃ普段は、もうズームで、まあ、県外からっていう感じ。あ、そうなんですよ。本当にこの時代でありがたいと思って、ズームで接続していただいて、まあ、リアルタイムで生放送にはなってるんですけれども、ツイキャスでこうやってつながらせていただいてやってますね。はい、はい。ということで、まあ、今日は実はね、スタジオにお呼びしてるんですけれども、僕もお聞きしてびっくりしました。普段はもう、東京と沖縄を行き来して生活して、そうです。この丸3年、東京で、今新宿に住んでるんですけど、うん、東京と、あと浦添で、はい、月半々が2週間、はい、2週間ぐらいで、毎月来てるというか、もうどっちがなんか本当の家とか関係なく過ごしてます。あ、高尾さんありがとうございますね、ようちゃんね。そう。うちの浅野さんがなぜか、福山雅治さんのモノマネを似てるかわかんないけど毎回するんですよ。で、高尾さんが必ず突っ込んでくださるっていう流れになっております。なるほどね。はい。はい、じゃあモノマネ風に言ってんのね。言ってるんです。いつもね、ようちゃん、ようちゃん。そうです。あ、多分、浅野さんより上手い。軽く超えました、ね。軽く超えました。ありがとう、よっちゃん。そう本当に、本当に重ねて聞いてほしい。今週多分、生放送なんで。あ、そうか。こっちに来た時は生放送。うん。だから普段も生放送。普段も生でやってるだけで。そう、はい、なるほど、はい。スタジオじゃないところから生放送させてもらってます。はい。そして、サトポーズさん。こんばんむー、うん。大好きな立石さん。ありがとうございます。嬉しい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。来てるよ。来ますよ。そんな立石さん、今ね、うん、ラジオのお話は聞きましたけども、うん、立石さんの本業はじゃあ一体何をされてるんでしょうか？ありがとうございます。はい、なんか A ステージでもあんまり言う機会が、うん、なかないんですけれども。そうなんです。自分で会社やってまして、企業研修を中心にやってて、で、なんか企業研修もいろんな種類があるんですけど、コミュニケーションの研修で、こう、なんて言うんですかね。こう、せっかく会社に入ったなら、はい、そこで自分の、例えば強みとか、はい、特性を思いっきり発揮して会社に貢献したいじゃないですか。その思いっきり、その武器を使うとは、みたいなところを研修でこう、やらせていただいて、なんか会社は会社で、こう、優秀な人は抜けちゃうではなくて、はい、共に共存する価値とかっていうのを、なんか伝えさせていただいて、
はい、真剣にそんな仕事をしてるんですけれども、はい、基本的に、なんか人はコミュニケーションで人生が変わるって思ってて、その会社をスタートしたので、はい、コミュニケーション、なんか悩んだら、で、立石を思い出してもらえたら嬉しいです。おー、すごいですね。はい、やっぱ、アッキーさんからコメントで、あ、コーチング的なんですか、そんな感じですか。あ、コーチング要素と、はい、なかなかね、真剣なワード言わないですけど、こう、心理学とか、はい、統計学とか、まあ、いろんな要素を勉強させていただいて、はい、独自で盛り込んだ、ゼロから一で作った研修内容で、やらせてもらってます。はい。はい、ありがとうございます。さんが社長さんなの、社長さんです。はい。すいません。さっきね、振り目目は名刺いただいたんですけども、はい、ちょっと会社名が、あ、そう、フランス語でルボーモンド、人生は美しいっていう意味で。ああ、やってます。先ほどね、ありがとうございます。そうなんです。すごいね。すごいですね。私も読めなかった。今初めて知った。ねえ、やっぱ、ね、こう、ね、会社に勤めてるとどうしても、こう、社員同士のコミュニケーションってすっごい大事だなっていうのは僕もこう、何社か経験して思うんですよ、本当に。ありがとうございます。はい。なかなかね、ただ僕もそんなにこう、大きな会社に勤めてはいないので、実際にそんな経験をそんなにはしたことないんですけど、どうですか、そういうふうな、こう、やっぱり受け持つのは本当に大きな会社とか。あ、もう小規模法人から大手の会社まで関わらせていただいてて、はいはい、今年は多分大手だと、なんか、大手のスポーツ会社さんちょっと一部関わらせていただくことになるので、確定したらちょっと A ステージの方でも含めて発信しようかなっていうふうに思っております。はい。そんなね、方が、ちょっとさっき番組のことで一個だけ聞き忘れたんですけど、なぜ FM 宜野湾で番組をやるようになったんですか？ありがとうございます。きっかけは一緒にやってる浅野さんがきっかけで、あの方がですね、ちょうど3年半前ぐらいに、バスケの、沖縄のバスケ雑誌のアンバサダーになられたんですね。何でしたっけ？なんか僕も聞いたことあるんですよ。名前、タイトル。そうなんです。ごめんなさい。すいません。ありがとうございます。その浅野さんがきっかけで、沖縄のご縁で FM 宜野湾山内さんにつながって、っていうような流れですね。で、浅野さん自身も、まあ、本業もいろいろお忙しい中で、でも、ラジオを通していろいろ発信できるなら嬉しいっていうことで、でも、一人は、てんてんてんってなった時に、はい、司会業が長くて、結構イベントセミナーとかの司会業も5年やってたので、はい、MC どうって声をかけていただいたのがきっかけですね。はい。はぁ。そういったやっぱり、これもあれですよね、人のつながり。人のつながりです。それがなかったらやっぱ本当ね、やってないと思うので、浅野さんに感謝感謝です。そうなんですよ。はい。僕もだから本当、前本業にしたライター業では、本当、山内さんからの紹介で、昔小座でこのバスケ関係の番組やってたフリーのライターさんがいて、その方をちょっとお手伝いしていただいたこともあったんですよ、実際僕の仕事の中で。だったり、それから、あとは、その僕の、知ってる、そのライターさんが、小座で番組を一時持ってたりとか、小座そうなんですね、姉妹ですから。まあ、そんな感じですごい人のつながりっていうのはすごい大事だなっていうのはすごく僕も感じてるんですけども、はい、埼玉の郷さんからコメントいただきます、はい。ラジオパーソナリティの前に、ラジオに興味はありましたか？ありがとうございます。ですね、私がね、まさか、こうやって番組を持たせていただくとは、ちょっと思ってなかったんですけど、はい、私、小学校の時から、はい、いわゆるラジカセにこう、なんか、イヤホンこう繋いで、当時ね、なんか私、キンキキッズさんの、なんかラジオとかを、なんか夜、多分この時間、もうちょっと遅いかな、の時に聞いてたりとか、ありましたよね。なんか、そのテレビも、すごいテレビっ子で、いろいろ見るの好きだったんですけど、もう寝るギリギリまでなんか人のこう会話とか、オフなではトークを聞きたいっていうところで聞いておりました、私。だから、ラジオは好きな方ですね。はい。大体、今でもこう12時ぐらいは、ね、アイドル番組やってますもんね、あの時間帯が。はい、そう。ですです。わ、いっぱいありがとうございます。そうですね。それから、もう一つ、こうさんから、高橋さんはラジオを始めてから、沖縄のいじめでちって変わりました？ありがとうございます。今聞きたいね。先に聞きますけど。初めて沖縄に来たのは何年前ですか？沖縄に初来たのは、大学の時に、友達と一緒に2泊3日で来たのを覚えてる。あ、よかったんですね。その時の印象も、沖縄の人あったかいって思ったのをすごい覚えてます。そう。
で、そこからイメージですか、はい、実際。なんかラジオを通じて、すごいタイミングなんですけど、はい、ちょっと私、うん、沖縄に移住した方と、ちょっと1年半前に結婚しまして、うん、それをきっかけに私、行き来してるんですけど、あの、ちょうどその浅野さんからお声をいただいたタイミングと、うん、ちょっとお付き合いがスタートしたタイミングが、ほぼ一緒だったんですよ。本当にたまたま一緒で、なので、毎月その沖縄にも来れてて、うん、で、沖縄のイメージも本当に、なんて言うんですか、うん、こういう感じなんだとか、夏長いなとかっていうのを含めて、なんかラジオと行き来が重なってたから、どんどんその季節、1年、2年、3年重ねて、どんどん良くなってったりとか、発見があるっていう感じです。うん、はい。それこそ新しい私に出会えてるってことじゃないですか。いや、本当ですよ。本当に。で、しかもその正直コロナも重なって行き来するか悩んだタイミングではあったんですけれども、はいはいはい、そのおかげでいろんなところに車で行けましたし、はい、いいタイミングだったなって思ってます。はあ、そうですね。3年前っていうと本当ちょうど、ね。丸かぶりですね。そうですね。だから、その時にうまくこう、絆をね、それぞれ、まあ、ラジオもそうですしね、はい、あの、今のね、あの、ダンさんも。深められたんじゃないでしょうか。本当に。はい、ね、ミスターさんから、ね、沖縄に呼ばれた運命なんですねと。はい。いい言葉いただきました。はいはい、いいこと言っちゃうさん。ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ今さっきあのお仕事の話ですと、はい、東京での活動も今お聞きしましたけども、うん、じゃあ沖縄でも同じようなことをされてるんですか。あ、ありがとうございます。はい、まあ、結論そうで、うん、あの、はい、研修のお仕事も、はい、あの、会社に直接足を運ぶことはあるんですけど、はい、オンラインで1対、例えば20人とか、はい、まあ、研修も可能なので、はい、沖縄に来ても、まあ、ズームを通して、オンラインを通して仕事したりとか、でもありがたいことに3年やっぱ行き来してると、はい、うちの飲食店のスタッフ、もっとより良くしたいのっていう形で、沖縄でも直接お仕事が生まれたりとか、うん、なんかこう、仕事取ろうとかではなくて、ご縁で、うん、あの、うん、飲み食いしながらがスタートでっていうのは、本当ありがたい感じで、うん、はい、繋がってます。確かに、はい、沖縄とかね、離島はこれが強い、飲み食いで。飲み食いで。あの、都なんてひどくて。ひどくて。昔のおじいなんかは仕事決まっても、うん、完全な契約じゃないんです。でも、行って、伝わります、すごく。行って、うん、はい、あの、飲み食いして、うん、酒浴びるほど飲んでからが契約成立。間違いない。本当に時間を共にしたことですね、うん、長さと。じゃないと、サインしないよと、おじさんなんか言う、本当に田舎のおじさんなんか言うわけ、平気で。だから営業ママも飲めなくてもちゃんと付き合う。うん、そうですね。で、仕事を取る。大事、うん、そう。それを子供の俺が見てて。見てました。もうなんか私学生時代やっぱ体育会系だったので、うん、ギリギリなんか全然大丈夫ですけど。あ、こういうのは。はい。お酒も好き。お酒も好きです。はい。はい、FM ギノアンでもね、うん、毎月1回、ね、うん、あの山内さんが、パーソナリティさん何人か呼んで飲み会みたいなことになってますけれども。はい。こういうのをすごい大事にしてるのが、うん、特にこの沖縄の中でも、ね、FM ギノワンのね、パーソナリティさんとか。まあ、多分、あれだな、はい、ルイは友を呼ぶというから、酒好きな人しか集まってきてないですよ。大概ゲストさん飲むよね。飲む。そうですね、酒の話になると、ね。プラス、こっちのスタッフもね、酒好きよね、うん、ほとんどね。やっぱりね、呼んじゃってるんだね、これね。はい。うん、さあ、ということで。はい。はい。ちょっとね、いろいろと話してきましたけれども。ありがとうございます。ちょうどね、15分。ぐらい経ちましたんで、はい、改めまして、番組、うん、はい、A ステージは毎週土曜日の、うん、正午から、はい、放送中です。はい、はい、先週はなんか収録？あ、そうなんです。あの、工事と、ちょっと私と浅野さんのタイミングで、はい、今月が3週連続収録だったんですが、今週からまたあの生放送が再開するので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、今週からは生放送で見ることができますので、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、あ、MJ さん、沖縄にそういう制度はありません。クーリングオフ。ちょっとね、あの、これ言うとまた大げさなんですけど。はい、沖縄にね、あの、酒飲ませての契約でクーリングオフは成立しますので、心配しないでください。はい、ギネスさん、去年の敬老会に、某所の営業は最後までちゃんと座って飲んでたよということで。ああ。都は特に。鏡だな。です。受講した人じゃないかもしかして。ああ、多分。後で聞いてみてね。うん、ギネスさんねって。はい。そして、水地さん。
さん、うん、沖縄に来て新しい自分を感じたことはありますか？ちょっとね、さっきもちょっとお聞きしましたけども、はい、感じたことあります。なんか私、千葉出身で東京で過ごしてっていう形なので、やっぱ関東中心だったんですけれども、はいはい、あ、本当にこう砂浜に、うん、素足で入って、まあ何回か昔はあったんですけど、時間の許す限り入れるっていうことで、本当こんな解放できるんだとか、なんか本当に自然を通じて、私心をもっとなんか緩めていいんだとか、なんかそんな気持ちにはとても慣れました。はい。あと、千葉です。そうなんです。そう。埼玉の郷さん。うん、ね。あれ結構千葉寄りだったはずですね。あ、そうなんですね。はい、多分ひょっとしたらじゃない、境目あたり歩いて5分ぐらいのところじゃない。もう埼玉の話のことは聞いてますけれども。うん、はい。はい、ということで。です、はい、歩いて千葉行けるということで。郷さんの歩いては多分10分ぐらいだったから。10分ぐらい。10分ぐらいですか。うん、だから、10分圏内で境目があると。もう埼玉の端っこはね、千葉のこの先っちょのあたりでしょうから。はい。はい、あ、高間さんありがとうございます。ステージ表記ありがとうございます。はい、ね、埼玉の子さんもね、少年野球の練習の兼ね合いでしばらく聞けてないという。ああ、はい。ぜひぜひ、聞けるときで構いません。ありがとうございます。ミスジナさんも素敵な人だということで。素敵だよ。素敵だ。という感じでおります、ね。もうコメントが素敵すぎて、はい、また来させてください。いいんですか、この番組、うん、2回ゲストで来ていただければ、うん、準レギュラーを名乗れますので。本当ですか、敷居低いので、はい、全然。慣れる気がする。ドマだよね、もうね。本当そうですよ。敷居がドマです。そうです、そうです。たまにちょっと下ってるけどね。やばいやばい。やっぱりなかなか2回来ていただける方って、正直そんなに多くないので。本当ですか、はい、そうだよね、逆に言うと、2回来ていただければもう。ぜひ。はい。と思いますので。はい。埼玉郷さん、どんな報告でしょうか、うん、すみません。今から茶碗蒸しいただきますか。どうぞどうぞ。蒸し上がったもしかして。ねえ、郷さん。蒸してた今。これ、島は何を合わせるのかな今日は。さっきは久米線でしたけど。久米線か、茶碗蒸しだったら、何かな、随線あたり行ってみる。ね、埼玉の郷さんもね、奥さんが読谷中ですから。うん、あ、そっか、読谷のだったら何がいいかな、残波ですか、残波かな。答え来た。残波。驚き来た。驚き。驚きです。あ、確かに合うわ。茶碗蒸しで合うわ。どまどまイエイ。どまどまイエイ。懐かしい。懐かしい。年がバレるな、ヒンガーさん。はい。ということで、ちょっとメールがもう一通来てますんで。お願いします。ここで読みたいと思います。はい。新劇のメイチャーさんです。時間枠が移動して、エッセージは毎週楽しみしていますって。あ、おー、そっか、最初は違ってたんですか？最初は、10時半スタートだった気がします。ちょっと朝だったんですね。はい。はい、今は正午からです。はい。です、うん、はい。新しい私。うん。これは、去年ですね。去年の4月から、新たな仕事に勤め始めて、もう1年。うんうんうん、あ、すごい。お仕事最中、いろんな方々が買い物に来ていて、うん、びっくりする時もあったりします。うんうん、昨日は、北山亭メンソーレさん、沖縄で活躍している落語家の方ですかね、が来店と。おー、すごい。で、週1回は、某 RBC の果物王子アナウンサーを、お水1ケースを購入していただいてます、ということで。あー、そこでか。そこか、って。そこか。なるほど。大丈夫？いつ、食いつかれない？大丈夫ですか？あの人マウント取るの得意だから。人。これからも両親の介護室お仕事も頑張りますので、ね、そこもね。そうですね。介護もあるから、ね。あ、まゆさん、こんばんも。あ、猫、うん、ちゃん、なるちゃん、かわいいゲストさんということで。そうですよ。今日はね、今日は。同じまゆだ。そうです。まゆさんは金曜日の、各週ですけど、金曜日 の夕方6時から番組やられてる、パーソナリティさんで。うん、聞きに行きます。はい、ぜひぜひ。はい。そして、ひふみさん。うん、こんばん、こっくんちょ。あ、こっくんちょ。亀せんべいとほろ酔いさは噛みながら、噛みながらなんですね。あ、そっか、亀せんべいは噛みます。確かに。数味してます、ということで。うん、はい。あ、よかった。テーマ、新しい私。うん、明日の、ひふみずバーのオープニングで発表します、ということで。あった。あ、なるほど。するね。もう。これね、火曜日の、朝の番組で、ちょっとひふみさん発表してたんですけど、その時ね、うん、みんながなんか、
再婚じゃないかとかね。再婚発表じゃないかとか。なんかいろんな予想をしてましたけど。なるほど。一応僕も、その時は再婚に一票を入れましたけれども。あ、お相手は一般人なのかしら。有名人だったりして。有名人かしら。そう、高坊さんがね、再婚って言ってた、うん、言ってたんで、まずね。うん、まあ、これもちょっと言いやすいなと思って、僕も再婚をね、言いましたけど。はい。いいんじゃない？はい。ちょっとごめんなさい。あと、コメントでさっき、言って、このテーマ言ってた方がいらっしゃったんで、ちょっと今、探しますんで、うんうん。はい、お願いします。はい、その間にちょっとごめんなさい、うん、コメント見る。はい。探せる？ちょっと待ってね。今か、過去のコメントを見てますんで。あらまあ。すみません。あらまあ、新しい、私なのに過去を見ちゃうって。深いわね、ちょっと。ちょっと、ナルトラ深いな、そう、過去があるからこそ新しい私に出会えるんですよ。何、う、何、んね、深いな、はい。新しい私。はい。いろいろあって、うんうん、今、ママチャリ生活してるんだけど、うん、体力ついてきたらだんだん楽しくなってきて、うん、51歳でドハマり中。お現在、ロードバイクを買おうか検討中です。おー、すごい。ママチャリから。ロードバイクに。ママチャリから自転車。いいじゃないですか、ロードバイク。ココナツコさん、ありがとうございます。あ、すごい。ココナツさん、ただ、足届くのにしてくださいよ。ロードバイク、ね、はい、足届かないと危険ですからね、正直に言います。はい。そうそう。フレームが入っ、ママチャリと違って、はい、うん、上の方にハンドルとサドル風に一本入ってるので、うんうん、足が短い人は無限で引っかかって転んでしまう。ああ、だから間にあるボタン。そうそう。だから、うん、ペダルを踏み込む長さに対して車高を合わせて買うんだけど、うん、逆で、うん、乗り降りできる高さで、うん、サドルは打ってあげればいいので、うん、やらないと、降りる基準で。降りる基準でやらないと、足引っかけて、大怪我します。うん、はい、気をつけてください。ね、盗難にも気をつけろ。はい、そうそうそう。狙ってるぞ。ちゃんとロックね。そうですね。ワイヤー二重にかましてね。うん、はい。か、車輪取ってから。か、一番いいのはサドル取った方がいいね。はい。確かに。サドル取っか、うん、いたずらでサドルに、うん、サドルに穴開けてあって、座ったらズボッと入るのが、はい、外国の方がいたずらして、それ YouTube で開けてたんだけど、うん、みんな、とんでもない。飛び上がってました。ね、男の連中。怖い怖い。とか、特にね、黒系の方ね、盗難得意なので、うん、飛び乗って、やっはーと、勢いつけて、うんつ座った時に、うん、飛び上がって、うん、これを YouTube で上げてましたので、やらないでくださいね。はい、危険です。もう、危険です。そんなにね、本当僕も40代で感じるんですけど、やっぱりちょっと、疲れた後の、怪我した後、うん、回復の仕方が。ああ、もう、あれだろ？若い頃の10倍ぐらいかかるだろ？治るのが。はい、ずっとな、ずっとあるよな。ずっと後になって残るもんな、うん。奥の方の痛みが取れない。そう奥のな。芯の奥。あとね、擦り傷なんかやったらね、もう治らないであざになってるのよね、とかね。後になっちゃう。はい。まあそんな話をしていたら、もうあっという間に残り3分になりました。はい。立石さん、本当にすいません。もうこんな番組でありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。本当に嬉しいです。もう、はい、コメントの皆様からの温かさと、うん、なんかこう、いつもこう会話してるんだなっていうのが伝わるのが。はい。ちょ、ラジオなので会話止めたら、そうですね、ちょっと放送事故になるので。確かに確かに。はい、でも、ツイキャスのコメントも、はい、もう徐々にたくさん入るんで、もうね、リスナーの方とも会話してるような感じで番組やってますんで。はい、ぜひぜひまた気に入っていただいたら、もう一回でも何回でもゲスト、はい、お待ちしておりますので、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。常夏ウコンさんから、うん、子供用のフレーム買うか、ケラケラという。はあ、いいね。分かり方がいいね。子供用のフレームで、はい、ちょっとハンドルと、うん、サドルの方をちょっと溶接してバーを作ってあげれば、はい、はい、大人でも十分乗れます。うん、そうですね、はい。はい。さあ、ということで、はい、来週なんですけれども、うんうん、ちょっと今まで僕ら3人ずつでメールテーマ決めてきたんで、うん、しばらくこのテーマしてなかったですよね。うん、はい。ということで、うん、来週のテーマは、はい、来週のテーマはフリーですね。はい、フラじゃないですよ。フリーです。フリーよ。はい。フラメールも大好きだけど。フラーね。はい。どんどん送ってね。はい。ちゃんとわからない方に一応説明しておきましょうか。はい、フラーって。ん？フラーって。ん？え？一応説明しときましょうよ、ここで、フラ。フラ、どんなかな、プリモノってたらわかるけどや。ええ。標準語俺わからんわけさ、ええ。まあまあまあ、ちょっとおバカな人たちとか思ってます。バケチンゲーってことバケチンゲーごめんね、本当に、
はい、どんなに訳していいのかわからないの。ええー。普通に。はい。だから、フラーとかね。はい。あの、都ではプリモムとか、プリモムとか言うけど、同じ意味で。はい。うん、標準語に訳すとどんなに訳した方が柔らかくなるのかな、うん、これがわからない状態。はい。面白い。うん、はい。あと、ごめんなさい。最後にちょっと、まゆさん、あの、うん、一応僕、両親と食べるのは日曜日に予定しますんで。うん、はい。まゆさん、それだけちょっとお伝えしておきます。はい。あはい、じゃあ、これは録音してから流すって言ってもらうな。はい。ちょっとね。はい。ということで、お時間になりましたね。うん、まだ来週2月の最終週、まだ来週は B スタジオからの放送になるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひぜひ。はい、はい。よろしくお願いいたします。はい。ということで、フリムンラジオまた来週お目にかかりたいと思います。お相手は私、ナルトラでした。ホイティでした。はい。コザエルでした。そして、立石真由子でした。はい。また来てくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週です。ありがとうございました。多分、これ流れてないです。シェイキャスには流れてない。ああ。